2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。占い師でした。7番さん、白ですね。把握をお願いします。そうですね。できれば2周目になったらセミオープンが強いかなというふうに思ってますね。3CO に関しましては、セミオープンはなしで、カリドさんだけで大丈夫だと思ってます。そうだな、あとは、平和村っていうの嫌いなんで対抗出てほしいかなっていうふうに思ってますね。はい。嫌いな理由としては、俺って、なんだろう、黒を見つけれないっていうのかな。占うところが大体白い。白の方が強いって言うけど、俺は黒を見つけたいんで。はい、そんな感じですね。2周目、しっかりと考察していきます。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。はい、3番です。2番が7、白を把握しました。そうですね、進行論に関しては、僕は、とは進行論が違うだけですね。僕は、役職は前線服してる方が強いと思っているので、そこだけ違いますと言っときますね。あともう一個思うことは、カリウドって英語で言ったらハンターだよねってところと、まあ、特にそれぐらいかな。何をかな。そうだな、進行論としましては、どんなに、人海にか、村かどうか知りませんけど、黒塗りされたとしてもですね、最後までね、パッションでなんかイライラせずにね、最後までしっかり発言して、落ち着いて発言してね、様子を取っていきたいので、落ち着いて発言してほしいですね。まあ、ゲームなんでいちいちそんなことで怒らないでね、しっかり発言してほしいのかなと思ってます。以上です。4番のプレイヤーは発言してください。はい。2番さんに関して印象がいいとこと印象悪いとこを言うね。2番さんちょっと役職出そうとしたとこは強靭化見たくない人狼あるかなと思ったんだけど、それ以外はすごく印象良くて、対抗出てほしいっていうのは結構芯っぽいかなと俺思った。そこが若干いいとこ、悪いとこは役職出そうとしたとこ。だから3番さんと自分も同じかな。俺占いだけで出してやった方がいいと思う。それの方が強いと思う。で、強靭化もあるしね。出たとしてもどうせ SG 値多分釣られるから、俺は不正進行がいいと思ってるんで、3番さんと結構意見言ってるんで、3番さんとは同陣営かなと思ってる。現状2番さんは、若干新芽かなと思う。役職出したいとこだけ引っかかるぐらい。5番のプレイヤーは発言してください。意味不明の考察やな。役伏せを提案したから同陣営って、4が3の城を切ってマジで意味わからんやろと思ってるけど、俺は絶対セミアップの方が強いと思ってるかな。いらんのよな。盤面スッキリさせて精査した方が、考察伸びると思ってるから、セミアップも推奨いたしますね。はい。で、別に2番って、黒いとこを見つけられなくて、占ったこと大体白なんよな。あ、黒いところ占うと。じゃあ白いところ占ってみたら、2番さんが白いな、白いなって思う人占ったら黒出るんじゃない。それだけアドバイスしといたろわ。はい。3、4に関しては、4の方が印象悪いかな。3と同じ考えだから同陣営かなっていうのは微妙いなって思ってるから。はい。4と3、まあ2周目あるけど、4番印象悪いかなって思います。以上です。6番。5番やしね。発言してください。はい、正直に、まあ2番さんは、2周目じゃないですか。占い師をまだ使用しちゃいけないんで。で、3番さんは、口がいい。4番さんも、同じようなことを言っていました。そうですね。じゃあ、たまには普通で行ってみますか。5番さん。5番さんは、セミオープンで、盤面出勤して、楽な精査をしたいと。そう望むんですね、あなた。そんなあなた、必要ない。7番。6、何ハンター。は発言してください。おはようございます。ちょっとよくわからないですね。2番さんが私にしろ。で、3、4が役不正進行。5番はセミオープンにしてください。6番さんの言っていた3、4、5に対する、精査っていうのは、もうそれだったらもう言わんでよかったんじゃないかなっていうぐらいの内容だったと思います。まあ正直どっちでもいいんじゃないですか。役の人、ないしは占い師との、占い師の人が指示すればいいんじゃないですか。それにそこまで言及することではないと思ってます。わかりません、正直。
今のところは以上。8番のプレイヤーは発言してください。うん、いいんじゃないですか。7は俺も正直わからないが、正解とはないけど、俺もわからないが同じ意見かなと思ってます。てかこれ平和村になっちゃうんじゃないでしょうか。2番が一発目でできて、平和村が嫌だって言ってから平和村になりそうな予感がどんどんしておりますが、どうなるんでしょうかってところですけど、別に3、4と多分だけど、6ちょっと何ていうか分かんなかったけど、多分5、6と3、4で今割れてるのかって思ってますけど、どっちもどっちかなって、それぞれやりやすいやり方があると思ってるから、4番自身は約束した、3、4に関しては約束した方が強いと思ってて、多分6番もだけど、5、6に関しては約束した方が簡単っていう意味では俺もそうだし、うん、目線をすっきりさせるっていう手では合ってんじゃないかなって、別に同じないです。9番のプレイヤーは発言してください。2番は、老朽、わかりません。聞いてからどことラインあるのかな、団地にあるのかな。まあ、その精査で、二路一構成と。俺ね、あのね、4番さんにちょっと引っかかったんだけど、そう、3番の雑な城を切ってないやろうと思って、でも、4番って狼だったら雑に白置きしたところで 2周目どう変わるかってとだと思ってるから、その要素取りを聞いてかなって思ってる。4の雑な白置きは何だろうと思った、何だろうなって思ってるけど、俺は役はセミオープンで出てほしいかな。はい、単純に役を占いたくないってだけで、以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい。何 ?9 番私しろ?何なんかさ、9番の発言、9番、なんだっけ、発言してくださいっていうのとかさ、かぶせて言うからさ、私しろって聞こえたんだけど、私しろでいいのかな?なんでもいいけど、まあ、2級の審議は、まだつかないけど、6は、何言ってるかわかんないから、6ついでいいかなと思って。役は、まあ、2周目で2の1で、出るにしろ、出ないにしろ、6は、今後の、もし役でないんであれば、3-1でいいと思ってる。はい、まあ、そんな感じ。2番。のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。平和村ですね。平和村9番さん役ね。もう一人出てください。7番さん役、7番さん9番さん役で大丈夫ですかね。あとははいっていうことでですね、私率直にさっき5番さんっていうのがね、9番さんがパッて白打って5番さんの格好言わないかなって思ったんですよね。9番さんって1番さん白じゃなくて5番さん白って言いましたよね。どうだ ?1 番さん白って言ったのかな?よくわかんなかった。ただ5番さんっていうのは、4番さん、3番さんにすごい吹っかかってきた地点。突っかかってきたところが、俺っていうのは5番さんってすごくヘイト管理をしないのかなっていうふうに思いました。はい。そうだな。難しいな。正直、1番さん釣りたいなって正直思っちゃいました。平和村にしたから釣りたくないとかっていうのかもしんないけども、1番さんってあの時点で2番、9番で精査を全くしなかったっていうのがちょっと1番さん臭かったかなって思ってますね。はい。で、8番さんに関してはなんだ ?3、4、5、6でなんかこう分けてる感じ。なんか見えてん、ちゃんと見てんなっていう風に見えましたね。3番さん、4番さんに関しては正直最初のところだったので、わからないですね。わからない。そうだな。釣りたい位置は1番さん。占いたいところっていうのは言いたくありません。はい。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。まず第一に1個9番に言いたいところが、平和村が2番が嫌って言ってる時にすらして、
ヤクスラで、それだったら2日目に出てほしいかなっていうのが率直な意見かな、9番に対する。はい。1番、8番を取りたいかなって思ってるかな。いやー、なんか8番のところで 5、6とまで色落ちがない理由がわからんかな。5番っていうのは結構いい指摘をしてたと思うよ。5番っていうのは進行路が違うから3、4意味わからんって言ってるわけじゃなくて、それも意味わからんって言ってるけど、3、4が、3番のその同じ思考だから同時延っていう発想がわからんよ。5番さんが言って4番さんおかしいよねって4番さん叩いてるよね。これって結構いい指摘だと思ってるけどね。うん。8、1でいいと思ってますよ。6番は分かりません。僕は6は分かりません。はい。で、9番に関しては、まあ、マジで、なんか、まあ、役やから別に必要ないんやけど、4番は3番は白いなんか一言も言ってないから、同人縁だかなって言ってるだけの話やからね。はい。うん、で、1番に関しては、2番が、ね、なんだっけ、2級の精査は分かりませんって一応言ってたで、2番に言っとくけどな。一応2級の精査はまだ分かりませんっていう発言を残しとったでっていうことだけ言っとくな。まあでも1番は釣っときたいっていう位置は俺はもう分かる。はい。1、8で提出しますね、今日の釣り位置は僕。はい。4番はまだ分かってないですね。はい。まあ4、はい、4番もそうだな、釣り位置に入るな。全員黒いっすね。あ、全員白いって思ったのが5番ぐらい。5番が印象良かったぐらいですね。はい。4番は2周目聞かないと分からんね。4番は2周目。4、6、2周目で今一番小さいのは8。はい。発言が意味がわからん。で、平和村で潜伏してきてるわけやから、結構しっかり対策してくる人やと思ってるから、まあ、しっかり対策ちゃうね。まず1番が人狼はないと思ってるっていうところかな。まあ、発言力的に。はい。俺8釣りたいです。まあ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 。はい。4番のプレイヤーは発言してください。俺現状やっぱ3番さんとは、ちょっと3番さんの2周目の序盤は良かった。自分と感覚同じ。俺もね、9番さんあんまやってほしくなかった。対抗出た方がやっぱやりやすい時あるからね。そういう意味でも3番さんがそれ言ったの印象いいし、3番さんって役性進行したってことは、3番さんって役目に噛まれに行ってる動きしてるんで、村側の動きだと思うんだよね。逆に5番さんって、二周目に出なきゃ結構あれだよね。あの、役ないの透かしてるからあんまりムラリないんだよね。ちょっともう出たけど。じゃあ7と9あれか。今日スライドするかーってとこだな。グレーから行くのか。けど俺グレーから行くなら、やっぱ8番さんかな。その理由って、6番さんが5番さん釣りをしたの印象いいんよね。あのもう役職ないの透かしてるようなもんだから、あの、自分は嫌だってことは、2日目出なかったら、2週目出なかったら役ないって言ってるもようなもんだから、俺も5は釣りたいなと思ったんだけど、8番さんが、あの、どっちにもつかなかったのよ。3、4派か5派だからどっちにもつかなかったのがすごく印象悪かった。ヘイトを買わない動きしてたから8番さん釣りたいなと思って、1番さんあんまり狼っぽくないと思ってて、1番さんしっかり6番さん釣りたいっていう意思を残してるんで、6番さんからヘイトを買うから1番もないかなと思ってるんで、現状8番さんかなと俺は思ってる。3番さん結構同陣営かなと思ってるかな。現状8番さん行きたい。カリウトに関しては、9がスライドしないと思うから7の方が偽かなとは思ってる。5番のプレイヤーは発言してください。3も4もあの2番の発言聞いて平和村で良かったって思わへんかったの。2番って9番が5に白打ってる状態から囲いはないのかなって、2番って俺に白出してるからもうこんなんで対抗出られたら多分普通に負け取ったから人外思考だと思うで。で、8の黒要素って、3と4と5、6じゃなくて、6番って俺のこと殴り入れていらんっつってるから、5と6って切れてんのよね。どちらかというと3、4、6だから。盤面的に見ると。俺だけ孤立してる状況だから、そこの把握漏れって感じかな。4番が1番の評価集してるようにしか見えないかな。3って1と8って言ってるから、ここは切れてるから、普通に4ずりでいいかなって思ってるかな。で、2番さんは白いとこを占ってくださいね。はい。で、7と9はおそらくカリカリだから、ここに対して進路だと思ってるから、2番護衛で、まあ、7と9の、発言精査で決めればいいかなって思ってるかな。はい、以上。今日は僕は4番さん一本指定します。6番のプレイヤーは発言してください。そうですね。あ、2番さんって7白じゃなかったんだ。5番白なんだね。7白かと思ってました。あちゃー。そうですね。
4番車、3番車は同時に1は1とかからないってか、31を見ていないってなると、86、そうですね、4番車869しますね。狼ではないんじゃないでしょうかね、と思いました。1番は6に1とかからないって。ただ、たまたま言っておく、一番、6番が役職になっただけだから、まあなんか、そんなんで、なしってするって考えたら、4番はないんじゃないのかなって思いました。そうですね。なので、1番は、教師名はあんまりないんじゃないかな。どうだろう。でも、2番が5番にしろで5ついたって言って6番じゃあんまり。本当にハンター。じゃなくて1位が教師だった場合っていうのは6つで下ろすことができるかなって思ってるんで。そうですね。それ以上は1か8ですね。これ完全に。で、3番さんが教師だった場合っていうのは、46キャンセル18です。言いませんね。3番も興味はないかなって感じですね。なので、8番強靭化で7級で、狼で1、3、勝ちました。7番のプレイヤーは発言してください。いや、これって、狩人なんですけど、もう、クロス声で誰か提示してくれれば、もうそれで勝てるんじゃないの。で、しかも5番さん今、進路で追うって言うけどさ、で、7が2世って言うんでしょ、俺が狼って言うんでしょ、2、7白やけど、その辺どうなってんの、5番さん。って思いましたけどね。2は7白だよ。俺白だよ。で、進路で見るんでしょ。それどういう話ですか、それは。よくわかりませんね。いいんじゃないですか。これやったら占い師が永遠に生き残れるんでしょ。勝ちじゃない。クロス声で誰もそれ言わないの。ようわからんわ。8番のプレイヤーは発言してください。まあ6が言うべきだったんじゃないから、それは永遠に生き残るかどうかはわからんけど、グレーチに怪しまれてない狼が潜んでいたとして、誰かが言ったけど2番に対して白いところはない、あ、5番だったっけ、それは逆理論で言ってるのかもしれないけど、2番が見つけれねえって言ってたから。わかんないけど、本当に白いところなんて普通に白だった場合って、結構困る時があると思うけど、7級で7がとりあえず強人もしくは真なんだから、9番狼で見る視点が7番自身あるんだったら、そもそも2占いを自分から、2声を自分から始めるべきではないのか。誰か言ったらいいんじゃないって7番自身が言ってたけど、もう6が言わねえんだから7が言うしかない。あと残ってるのはグレーの8、1とあんたの対抗勢。だったら7番自身が言うべきだと思ったけどね。僕4釣りは飲みません。5番さんが4番1本指定してるけど、僕4番普通に強靭だと思ってるんで、とりあえずほっといていいんじゃないでしょうか。4番強靭だと思う理由、3番が狼だと思ってるから、これ一つどきです。だから俺3級道路4強靭だと思ってます。理質ね。7番がちょっと自分の進行に自信なさそうだったけども、それはもうほっといて、4番強靭だと思ってる。3番が4番強靭って多分見てるから。9番、誰だっけ ?1 番か2番か、9番か忘れたけど、3番に対して言ってた、4が3を白置きしてる、白っぽいって言ってることに対してのアンサーが、3番からのアンサーが、白いなんて言ってない、同陣営だって言ってるだろうって。いや、4番が白だったら同陣営だからさ。4番自身の発言として自分の村人を主張する中で3番が同陣営って言ってるんだから、それ村置きしてるの。全く何も変わらんないけど、それを強靭アピールと取った3番が、3番が4番の発言をそれを強靭アピールと取ってるから、そういう発言になってると思ってるから、俺3番普通に狼だと思ってるんだけど、で4番を強靭置きしてるってことは、まず相方ではないことから、これは3キルロールの4強靭かなって思ってて、7死んで見てますが、どうでしょうか。僕は3釣りたいな。これちょっとハッチャーもおかんっぽくねえな。まあ、発言してください。自分も3釣りです。はい。理由として、俺、普通に、3、4ロールかなって単純に思ったんだけど、3番って言ってることおかしくて、
4番が同陣営かなって言ってるんやから、いや、あなた村だ、何 ?4 番が村の時ってあなた村でしょっていう話なんですよ。はい、で、なんか、いや、白いとは言ってない、同陣営かなと言ったんですよっていうことは、あなたって狼自白してると同じっすよ。はい、だから普通に3、4、ロロかな、単純に思ったんだけど、まあまあ、それを失言だと捉えたとしても、うん、あなたって黒塗りされた時に跳ね返す力がないと思ってます。はい、僕って七狂人が見えているから別に、いいんすよ。はい。で、なんだっけ、7番の言っていたこともおかしくて、絶対、100% 占い師守りしかないっすね。あなたって、真の狩人なのであれば、絶対な、2番守りしかないと思ってます。6番って別に発砲できるんで、この人って別に発砲させればいいと思ってる。うん。で、カリードに発砲絶対してほしいなって思ってますね。そうしたらローラかけれるんで。はい。わかります?ぐらいですかね。はい。俺3、4ローラ7巨人かな、単純に思ってるけど。7番さん出てこなくてよかったのにね、と思ってる。単純に。囲われちゃったのに。うん、完璧に平和村にできたのにね、と思う。まあまあ仕事しなきゃいけないからね、教授はね。うん。で、恨まれただけで、教授の仕事してると思ってますけど。以上。まあ今日は3落としでいいじゃないですか。3番って、言ってることがちょっとおかしいなと思ったから、以上。1番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい。8が3系狼、4狂人って言ってたけど、今9は3釣りをしてるから、それはなくなるんじゃないかなと思うし、まあでも4は何かしらの人外なのかな、わかん、ちょっとあれだけど、でもカリード2人とも新芽がなくて、7は8が指摘した通りだし、9はなんでわざわざ7にあなたが死んだらとか言ったりとか、わけわかんなーと思って聞いてたけど。じゃあさ、9がさ、じゃあ自分が2守るんで、7は6守ってくださいって。で、しかも6は、発砲すればいいとか言ってんだよ。やばくない？発砲したら偶数になっちゃうしさ。じゃあ、カリウドに発砲してくれたらローラかけれるんでって。9番絶対狂人とかなんかまあ自分に縄使ってほしいんでしょみたいな思ったんだけど、7が2声、9が6声でいいんじゃない？それ以外を声下を何声とかしたらもう線切るっていう感じでいいんじゃない？7が2、9が6、9の方が偽だと思ってるけど。グレーだと、8が、でも8の7の指摘は良かったと思うけど、4番さんは何かしらの人外だと思ってる。3とは同陣営とか言って。投票を始めてください。これわからんな。じゃあ3つか。あれ、3番のプレイヤーは発言してください。1番の位置だったら違うでしょ、その発言。1番の位置だったら2番が守ってほしいカリロに投票した方がいいですって言ってあげたらいいのにね。ただ1番の黒要素は感じないかな、ぐらいかな。はあ、で、4番は俺に来たの？急に？はぁ、あ。2浪1な、正直誰も白くなかったよな。2周目の5番の4番、一本釣りも納得いかんのよな。発言を聞かずに、じゃあ8番とか1番の白要素はどこに取ったのかもわからんかったかな、5番からの発言では。1番が、でも、これ、
7番も7番でカリードっぽくないんだよ。7番も7番でね。でも7番の位置で強靭でカリードって出てくるメリットがないから、多分7番が真なんだよね。多分ね。7番が真で置いたときに、俺は5番が強靭だと思ってるんだよ。4番への黒煮が意味がわからんすぎる。納得がいけなすぎるかな。他の精査もせずに一本取りはちょっとよくわからんかったかなぐらい。で、なんだっけ。平和村が村勘定じゃないかって、平和村苦手やしな、俺全然好きじゃないわ。次の日に平和村だったら強いけどね。次の日じゃなかったら弱いんだよ、全然。8が一番黒いと思うで、なんかどこと城も繋がってると思うし。まあ、ハンターが言ってんだぜ、ハンターが。まあ、占い師が俺言って言っちゃ言ってるっていうもんやけどな。6番が俺の位置でハンター出てきてくれたらもうちょっと考察しやすかったんけどな、ぐらいかな。俺多分村置きでギリできんのが1番で、5が強靭で、8、9、ローか8分かなって思ってるかな。以上。8番のプレイヤーは発言してください。まだ6に関しては何言ってるか分かんないから、6に関して精査できなかったのと、6が言ってたことが理解できてなかったから、6が言ってたんだぞみたいなのが分からん。何言ってたのかさえ分からん。俺それは俺のイヤホンの問題だけど、1の白置きが分からん。何をどう思って、3番目線みんな黒いって言って8起点に置くんだったら、8がどことでも繋がってるって言っちゃ、8はどこと繋がってんだよ。どこと繋がってんの、8は。どこ ?5 番を強靭で置いてたんでしょ。じゃあどこで、1が最初で置くんだったら、アンタ目線4しかないんぜ。4か9。で、俺は9を偽視しているのに。じゃあアンタ目線もう4しかないとじゃないと。全く意味が分かんないんだけど。まあ、投票行動からも俺は4とはつながるのかもしれん。俺は1に行っちゃったけど。で1投票理由はもう何というか分かんないし、正直もういいかなと思った。3、4を詰めるより2に占わせた方がいいと思った。で、9番が3を釣りをしたことから、1番がまあ、いい精査をしてたと思うんだけど、9が3を釣りをしてるから、それが除外されるんじゃないかなって言ってたけど、9、4ロード、3強靭とかだったらまだ別だからね。3番が強アピしてただけかもしれないし。どっちみち3は黒い。どっちみちね。何かしらの陣外だと。だからもう5の言うとおり読んでもよかった気もする。こうなってくるとね。でもそれ以上に1いいやと思ったもん。俺もう9-3だった場合、本当に9-3だった場合って、俺が直近の発言だったから9はもう3釣り押すぐらいしかできないんだよ。俺9度に設定。めちゃめちゃ言ってるから。だから9番が3をそのまま釣り押すことによってライン切りっていうことで、1番みたいに9-3ないんじゃないかっていう精査になると思うから、俺が9番の席に座って9-3ロードだった場合っていうのは1を利用して絶対そういう行動を取ると思ったからこそ、もう1いいやってなってます。そのぐらいかな。3-1はな、さすがに露骨だからないと思うけど、3、ないと思う。投票を始めてください。ありえん、オラじゃないんで。両方狼ねえと思うな、これ。5だな。8番のプレイヤーが選ばれました。2級がさ、8番のプレイヤーは発言してください。まあ7はわかる。7はなんかすげえ俺怒ったからね。7はわかるけど、4がわざわざ書いた理由は明日説明してくれると思うけど、6はなんかごめんな、泣いたらすまん。別に言うことないの、今言っちゃったしね。なんだろう。占い1は俺は1でいいと思うよ。とりあえず俺は5はもう白でいいと思ってるからこそ、5は白でいいと思ってる。相方1ってのがね、俺はその最初5、6で繋がってると思ってたけど、その6番がないというか分かってなかったから、適当に多分って言ってたし、俺自身。だから5が孤立してるんだったら5はとりあえずほっといて。1が白なら白で安心できると思う、みんな目線。3が露骨に繋いでるからね。白圧迫って意味でも1でいいんじゃないか、じゃない1は。以上。夜が来ました。目を閉じてください。これどうなるか、リュードどっち死んだろう。
1番は8じゃなかったっけ。朝が来ました。うん、8だ。昨夜死んだのは、7番。七神か。9番のプレイヤーは発言してください。強人やからこっちに縄使おうって考えか。あ、そうですか。もうこれで俺目線って1人会は2人会連れてるから別に俺の身全然飲めるんだけどさ、なんだろう、1番のなんか布団の叩きが俺気になったんやけどさ。いやいやいや、どっちにも信用素がないって。いや俺が信やから2守りしかないやろ。うん、強烈落として俺もう2番守ってるから2番噛まれる運命やから、これで1輪が落としとった方が多分村目線と安定やと思ってる。あ、ラストウルフっていうのは三が白出てところからすると1なのかな。1号ローローっていうのは見えないかな、単純に。うんって思ってますね。はい、ぐらいですかね。以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、狩り噛まれてるから狩りは心境でいいと思う。三四郎。ワンチャン8で釣れてないかなと。釣れてるっぽくないかな、遺言。4号だったら、どうだろうね。5が、4を釣りをして、4番さん人外だと思ってての、私も、そうかなと思ってたから、あれだけど、話聞かないとわかんないけど、今日もし詰めるとすれば、5かな。5じゃないかな。カリカリ心境。5でしょう。多分わかんない。わかんない。あんま3、4、5の話あんまちゃんと聞いてなかったから。はい。以上です。とりあえず。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。俺目線は、8番さんっていうのはわかんなかったけど、3番さん落としたいなって。3番さんと4番さんっていうのが、4番さんが3番さんにすごく便乗してて、便乗って言ったらまた違うんだろうけど、4番さんは3番さんが同心鋭だっつって、で、8番さんを一緒に釣りをしてて、で、8番さんは3番さん、9番さん、3番さん、でも8番さん、8番さんわかんないけど、8番さんの投票先を見ると、8番さんって1番さんに行ってるんだよね。8番さんっていうのが狼だったら、多分投票の集まる位置、まあ、要は3番さんだよね、9番さんが、提示してた。3番さんに行くと思うから、8番さんっていうのは多分村なんじゃないかなって思ってる。あって強人、あってね。うん。ただ、この紙からして多分8番さんの強人目ってのも薄いと思ってるから、多分8番さん村なのかなって見てますね。だから、ここを外したら正直きついから、わからんよ。7球わからんけど9番さん落として確実に自陣が落とした方が強いと思う、俺は。ダメかな。で、3番さん村だったことから、どうなんだろう。でも、8番さんが村だった場合っていうのは3分の2で黒引けんだよね。わかんないな。ただ、俺目線は9番さん行って、明日俺噛まれて、精査をしてもらいたいかなっていうふうに思ってる。多分そっちの方が強いかな。うん。で、5番さんのね、言ってた通りね、怪しいとこ占ったらこんな感じです、やっぱり。以上です。3番のプレイヤーは発言してください。どこに怪しい要素があったのかわからんし、正直1が1番村っぽかったから、1番占って白出たら嬉しいなぐらいやったんやけど、1番って強人っぽくなかったと俺は思ってるからね。
戦える自信があったら、まあ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 、別にいいんじゃない。4号に村がいるなら4号の村に、まあ、安くなったんじゃないぐらいかな。8で、8、9ローだけこの紙に否定されてるんだよね。一旦まあ、9番を落とすんだけど、まだ整理できてないんよね。7番が強靭で狩人って、あそこで出るメリットはカマレイチになるわけだから、絶対7番が狩人って出るメリットはないんよ。平野村でね。あっこで7番の場所で。だから7番が絶対真なんよ。だから9番が絶対狼なんよね。9番が絶対狼。7番が狩人アーマーされてとか考えてないわけ。そうやったら7番すらするべきやから強靭だった。絶対7番が真なんよ。で、9番が人外なんよ。で、9番が人外なわけで、9番は5にしろ。一旦9やる予定。やる予定ですよ。現状は体調悪くならなかったら。まあ、9は絶対、9が狼と仮定してるから、まあ、9が強心なら8が狼だと思うよ、俺は。9ローだったとき5強靭っぽいなと思ってるけど、1番が昨日ずっと4番って言ってたのに、4番で何かしらの人外だって言ってたのになぜ今日5番なのかわからん。まあとりあえず9番って、以上。4番のプレイヤーは発言してください。はい、ね、自分を白くすれば勝ち確ね。9、5、1で釣り切れば勝ち確。俺を白くすれば勝ち確で、みんな聞いてほしいんだけど、9番さんをまず強靭と見るよ。進化強と見た場合って、8で落ちてなかったら、8で落ちてなくて、9を進強来た時って、1号、2号だよね。昨日の投票見てほしいんだけど、1と5って俺に入れてるからね。で、3番さんに入れたのはちょっと申し訳なかった。俺も結構 HP が低かったんで、最後1から釣り寄されたから。で、俺目線3番さんの人狼もあるんで、3番さんに入れた。ただ、3、8の弁明聞いて、3番さんが5を怪しんでる視点が良かったのと、俺も1番さん、あんまり狼追ってなかったのよ。クロス越え指示したとこと、あと1番さん、初日の1周目でしっかり6を釣り寄せてるのが、平等買うからあんまり狼っぽくなかったから、その3番さんが1番さん狼っぽくないって言ったの印象良かったんで、3、8精査して8に入れた。あと9が人狼の時3に入れてるんで、3は投票しなかった。で、8投票ね。だから俺白置きすれば、勝ち。で、現状1番さんが5を行こうとしてるし、やっぱ1の方が白いよ、1号精査なら。だから今日は9行くけど、俺明日はほぼ5に行くね。で、5で終わん中1ね。だから俺を白置きすれば勝てるから、そこまで、考え込まなくてもいいと思う。5番のプレイヤーは、発言してください。何言ってんだ、意味わからんやろ。1って昨日4が人外って言ってんのに5に変えてんねんで。なんでそれで1が白くなる、意味わからんやろ。やば。で、なんで9番強靭で決めつけてんの。9番あなた偽やとしたら狼さんに切られてんのやで。グレーから2ローコースってないやろ。4級なんちゃう、強靭値が多すぎるな。1と3どっちか強靭かなって思ってる。8村かなって思ってるかな。4番さんなんで3番さんと8番さん精査した時に8番さんに入れたの、理由は全然聞か言ってなかったけど、8番に入れた理由は、8番って3級ローで追ってるのに1番いらんからって1番に入れたっていう意味わからん精査したから俺は8に変えたって感じかな。9つって 4釣りかな。1番は意味わからんって思ってるから、ここに対して意味わからん村なのか人外かっていう精査がめちゃくちゃ難しかったかなって思ってるけど、4が明確に1号なんかつながるわけないから、はい、9行って4行こうかなって思ってるかな。終わらんかったら1行くけど。6番のプレイヤーは発言してください。え？嘘やろ。マジ勘弁してくれよ。寝落ちかよ、ハンター。ちょっとちょっと。
ロック嵐なの？マジで？ハンターかって落ちてる？明日決め打ちやん。あー、キムチさん、そうなんだ。発言もちょっとおかしかったしね。ありえん、オラじゃないべ。え、ちょっと待って、キューツって、二郎いたら負けじゃね？あ、けど6が、まだ生きてるからあれか。9番のプレイヤーが選ばれました。9番のプレイヤーは発言してください。8で釣れてなくて、6がこのまま起きなければ PP 負けです。お疲れ様でした。はい、今日はクレスメですね、はい。6番が寝ていることから、6番っていうのは投票できないんで、はい、今日はクレスメですね、はい。村がいるんだったら、あ、3番か。あ、3番村なんやけど、3番ってクレスメやから 100%。わかるかな、うん、?2 番さんも投票大きなかしとるけど。うん、PP なんで。なんでかって言ったら、8で村が釣ろうとって、俺っていうシンカリを釣っているわけやから、で、6が寝ている、2噛まれたら、2浪構成が、残っているんであれば、村負けです。お疲れ様でした。って感じなんですよ。わかります。まあ、7の巨人を噛んでくれたからありがたいんやけど、8で狼が、てかさ、あのさ、8で狼が落ちとった場合って、多分、あの、7球噛まんと思うよ。うん、どっちか心境かわからん状態で噛まんと思うよ。うん、だったらグレートメーター方がいいと思うし、って思うんやけどね。うん、あれ。多分、ピピ負けすると思う。二郎構成が残っていると思っている、この紙からして。だって、ベギも何もないもん。うん、以上。ピピ負けですよ、多分。うん。4がサイクロスかね。うん。僕を村置きしてくれたら勝てます。無理やろ。うん。じゃあ村要素を出してくれや。うん。俺サイクロやと思ってんで、4番さん。4つったら終わると思ってるけど。うん。でも2路個性残っとったら知らん。4、8ローローだったらいいけど、以上。夜が来ました。目を閉じてください。いや、俺が最初だと思うけどね。だって1と5からグレーの1、5から入れられてるからね。割れて5つって大丈夫これ2噛まれて2噛まれて5つって3噛まれて負けじゃんこれ2が2浪いったら負けやん朝が来ました。あっちゃ昨夜死んだのは6噛んでくれるんや6番1番のプレイヤーは発言してください。はい、2番さん結果。2番。僕寝てましたね。私、実は占いなんですけど、初日9白、2日目4白、5白なんで、9番さん多分強人で。は？あ、5白、5番さん隠しろってことね。多分2で終わると思う。だって私3は除外してた初日から。だって2番さんってずっと3に入れ続けてんだよ。3、8のランの時に
3で同票になってるのに3に入れ続けてるから3は白だと思ってるから多分8で落ちてる。ちょっと待って。はい。勝ち確。いやー。合格しろ。大丈夫だよね。今日2いたら多分終わると思う。3のプロは私追ってない。わかる？は？だって2、3狼だったら今日グレー、占いが潜伏してるっていうのを、踏んで、グレー感で、2、3で、あと PP にして、あと勝てばいいからね。合格しろ。で、狼って、しかもだって2、2構えてないでしょ？ほら、狼だもん、だって。基盤さんは強人だと思ってるから、まあ、釣られてもいいかなって思ってた。はい。はぁ、2いったら終わります。はい。なんで1噛まれてない？ 2、8、8で落ちてると思ってるけど。2が3、釣り落ちてたから。これ3の狼もあんの？これじゃあ。はい。やった。2番のプレイヤーは発言してください。はい、お願いします。噛まれてると思って、見てなかったですね。はい。5番さん白です。5番さん白。っていうことは、1番さんが、狼なのかな？ 7 級で、はぁ？なんで俺噛まれてないの？まずもって。わからん。わからんことがいっぱいあるんだけど、今日この番目はもう1番さん言ってもらえれば勝ちですね。はい。だってさ、1番さん目線ってさ、もうさ、4番さんなんか強気でさ、5、1、5番さんに関しては4番さん行くって言ってたけど、釣られる位置だったもんね。俺の子さんと無理だったんじゃないの、1番さんって。うん、っていう風に見てます。私は。今日は1番さん、今日は1番さんでお願いします。5番さん白ね。5番さん白だよ。3番さん、4番さん。1番さん、強靭で出てきた。9番さん、ローで、八村ないよね。多分、俺の腰ってことはないと思ってる。それは、多分、1番さん、ローだと思ってる。1番さんがラスールかな。うん、投票で分かると思う。今日は1番さん行ってください。1番さんです。以上です。3番。のプレイヤーは発言してください。いや、ないでしょ。二釣りでいいやろ。噛まれてないことと、1級ローだけやろ、2番目線ってあって。1、4ローは追ってないんやろ、今の発言から。1級ローなんて9番が占いで相方で出てて、9番が占いで相方で出てて、1番が聞こえんかってんけど、私白でいいのなんて言わんと思うし。うん、で1番さん目線ってのは、全然スッキリしてるから、1番さん目線2が最後のローやろ。うん、2、8、もうめちゃめ、全然2がだったから俺に投票はマジでわかるかもしれんわ。相方が落ちたから平素向けないでおこうみたいな白をバンバン打ってる感じがするわ。そんな気がする。2釣りでいいと思うで。1級は絶対ないと思うし、1番狼で1、4も、見えんかな。初日1番、4番投票してるし。で、まあ、7級が強靭あったってわけから。1、4ないやろ？ 5 が隠しろやろ？ 5 あって強靭やと思ってるから、5隠しろやろ？ 4 が、だって1番が狼だったら普通に2噛んだ方が早いし、うん。2噛んだ方が早いね、1番が狼だったら。1、4ローだったら2噛んだ方が早いから、2だね。今日は投票2でいいや。はい。今日2投票します、僕は。以上、1番。深夜と思うけど、それは握手かな、個人的に。1釣りそうなったらね、初日。危ないからね、以上。4番のプレイヤーは発言してください。いや、わかんねえな。
確かに2噛まれてないのおかしいけど。いや、俺5番ね。俺5番に白がちょっとびっくりなんよね。5番が強人なら、占いに狼やろ。俺現状一番信じるの3だけなんだよな。けど2が狼だったらクロスボウそのまま刺してればよくないかな。二目線って潜伏占いがいるの分かってんやろ、狼なら。二が狼なら潜伏占いいるの分かってるから。潜伏占い目噛んだ方が良くないか。あ、でもそれだと分かるんか。二が変な髪で。くそ、分かんねえ。どうしよっかな。ああ、これちょっとわからん。五番のプレイヤーは発言してください。いや、普通にお前1、2の精査しろや。お前9番強人で置いてんねやろ。で、俺隠しろやろ。なんで俺が強人とか置いてんねん。わけわからん。マジ眠なるわ、マジで。1、2の精査やろ。9番強人だとしたら、1、4ってキャンセルされてんねんか。1、4だったら普通に、2噛んで、そのまま6番寝とるから、PP やから、2番でいいかなって思ってるかな。2、8かなって思ってるけど、1番って初日4番白出て4番投票してんねやろ。意味わからんやろ、こいつって思うけど。その目線で4が悩むんだったらわかるけど、9番強人置きして、2浪コースやってんねやろ。で、俺が隠し色で強人、わかんない、わかんない、わかんない、言うてるから、お前釣ったろうかなって普通に思っとんで。もう一生わかんない、言うてろ。もうわかんない、わかんない人間や、お前は。俺は2行くわ。じゃあな。投票を始めてください。はぁ。なにこれ。いっち、マジで潜伏占いしてたの？2番のプレイヤーが選ばれました。やべえなこれ。村人の勝ちです。ハチクロ人狼殺のライブ配信毎日やってます。チャンネル登録してぜひ生放送も見に来てくださいね。